BK のピューピーマンです。 BK カッパです。 BK のアップルです。アップルちゃんこんにちは。こんにちは。今日はあなたのことが気になって気になって仕方がない皆様がいっぱいこちらにご覧になっているということでですね、初めての100個の質問コーナーをしていきたいと思います。まあ、いろんな YouTuber さんが100の質問っていう動画をやってるんですけど、今回はまあ PK 初めての100問の質問のアップル編ということでやっていきたいと思います。まあ皆さん興味ない方がたくさんいると思うんですけど、まあ見てくれると嬉しいですよね。はい、見てください。それでは最後まで見ていてください。 PK チャンネルスタート。今回やっていくのがですね、100の質問広場っていうサイトに載ってる、もういろんな100の質問のジャンルがあるんですけど、その中の、まあ、自己紹介ジャンルっていうところの100の質問をやっていきたいと思います。パッて答えないとつまんないので、この女はってなることが 100% 予想されてるので、今回は5秒以内に全て答えてもらいたいと思います。何かしら絶対答えてもらいたいなと思います。それでは準備はよろしいでしょうか。はい。性別は女。年齢は18。出身地は島根。現在住んでるところ東京。血液型は A。 趣味は食べること。特技は食べること。好きな俳優は田中圭。好きな女優は小松菜奈。好きな歌手は西野カナ。好きな曲はあはは、シシロカじゃん。好きな食べ物はコロッケ。好きな飲み物はコーラ。好きなテレビは田中圭。新に入ります。あなたの番です。好きなラジオはニュース。絶対聞かないじゃん。好きなキャラクターはミニーちゃん。好きなブランドはディオール。ディオール。目疲れる。オッケー。携帯の通信キャリアは au。 携帯の機種は iPhone10。 何フェチ。音フェチ。好きな声優さんは田中圭。知ったことあるの。知らない。好きな男性のタイプは優しくて怒んなくて面白い人。好きな女性のタイプは笑顔がいい。悪口言わない。自分と真反対の女性ということでよろしいでしょうか。よく出没する場所は渋谷。デートで行きたい場所は熱海温泉。生理的に無理な異性のタイプはすぐ怒る人。あなたなりの脈ありサインは家に来たら。告白したことある。あります。告白されたことある。あります。何歳で結婚したい。24。新婚旅行で行きたいと思うところ。ディズニー。外国の。理想の恋人像は怒んなくて優しくて面白い人。芸能人で例えると田中圭。これだけは無理なものは注射。嫌いな食べ物はメロン。最後にメールした時の要件はコピー帰った。業務連絡。業務連絡。最後に電話した時の要件はさっき私のスマホ探してた。さっきピーちゃんにかけました。今財布にいくらある。今0円。幼なじみとの思い出は韓国。あっそう。親友との思い出はディズニー。うわ最近しか思わない。10年前のことなんて絶対忘れない。初恋の人との思い出は一緒に帰った。保育園幼稚園での思い出はめっちゃ人気だった。やります。どういうことですか。とりあえずされてた。絵描こうよ、遊ぼうよみたいな。聞こえて。みんなあんたのことも忘れてるよ今。小学校での思い出は昼休み。中学校での思い出は昼休み。高校での思い出は昼休み。中学旅行どこ行った。東北と東京。家族構成はパパママ。兄弟と仲良し。はい。お家は一軒家。マンション。マンション。自分の部屋どんな感じ。白い部屋。はい、ここで50問です。わーい。5秒ってのがやだ。このカウント。これすっごいやだ。好きな匂いは甘い匂い。好きな色はピンク。習い事してる。してた。してた。ダンス。犬派猫派。犬派。好きな動物は犬。身長は158。今までかかった大変な病気は神経なくなった。好きな花はチューリップ。好きな本はニッケ。口癖はあね。自分はどういう性格。クズ。長所は何を食べる。短所はすぐ死ねる。譲れないこだわりは自分の意思。寝起きはいい。めっちゃ悪い。今欲しいものは時間。好きなおにぎりの具はシーチキン。得意料理はラーメン。髪の毛はロングショート。ロング。髪の毛の色は茶色。よく行くお店は私の誕生日何してた。大阪行ってました。京都行ってました。誕生日何人に祝ってもらった。あんまり多くない。あ、めっちゃ多いわ。フォロワー様。プレゼント何もらった。洋服とかピアスとか。今年年越し何してた。じいじとばあばといた。去年の大晦日は何してた。じいじとばあばといた。バレンタインの思い出は彼氏と付き合った。七夕の思い出は記憶にございません。クリスマスの思い出は友
友達と待ってた。毎日に行う習慣は、学校へ行く、寝る前何してる、荒野してる、起きてまずすることは YouTube 見る、今行きたいところは韓国、今欲しいものはお金、人生で苦しかったことは足骨折した時、好きな季節は秋、春の思い出はみんなディズニー、夏の思い出はみんなで海に行った、秋の思い出はハロウィンパーティーした、冬の思い出はいっぱい遊んだ、好きな場所は島根の家、好きなコンビニはセブン、最近困ってることはお金がない、寒がり、暑がり、暑がり、寒がり、カラオケのお箱は西野かな、克服したいことは注射、何か持論をどうぞ、痩せたい、実行したいことはじゃあ痩せること、手に入れたいものは2、今年1年の抱負をどうぞ、痩せて可愛くなってなります、以上です。100個終わりました。十分可愛いよもうはい、ということでアップルに100の質問自己紹介編終了しました。どうでした？パッと出た答えだった。結構でも本当普通だったそんなめっちゃなんか私は絶対100の質問なんて引き受けないので、やりましょうね。カッパちゃん、やばいんですか。私が100の質問なんて答えちゃったら YouTube のこのチャンネルバンしちゃいますこの動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。以上 PK でした。バイバイ。